袋先生かかってません、はい、夢を見ました。山口先生が笑って、起きたら山口先生がずっと頭の中にいたので、そのまま朝ごはんを食べました。山口さん先生で白いご飯を食べました。あ、気持ち悪いな。山口先生で白いご飯、山口先生で白いご飯、おかずにしたんですか。その時気づきました。気づいた。私は山口先生が好きなんだと。だいぶ前から気づいたよ。向野木先生、向野木先生、はっかかってますから。端末ソリマチですよ。だから覚えてください。いい加減。あー、びっくりした。いやいや、結構なこと言っちゃってましたよ。水谷先生、催眠術は初体験です。帰れお前も。まったく考えすぎだぜ。リコさんも伊藤も不必要に驚かしやがって。今井さん。おお、谷川。谷川、谷川、谷川、どうしたその髪型。一目で俺だとバレないためですよ。なんだよお前、ビビってんのか。あんなやつによ。今井さん、昨日ふと思ったんすよ。俺たち罠かけてる時はテンション上がってバリバリ楽しかったっすけど、後のことを考えてなかった。相手は三橋だと。この髪型だったら伊藤だと間違って助かる可能性が。ああ、なんて俺はバカだったんだ。どうかしてた。完全に図に寄ってた。もしかして俺たちこの世から消されるかもしれませんよ。おい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 、大げさだぜ。あんなやつによ。今井さん、止血用のゴムバンドと包帯渡しときます。腹は刺されないでくださいね。止血できませんから。冗談きついぜ。俺はアホだぜ。死んじまった方がいいぜ。今井なんかに騙されて。最低だぜ、今井なんかに。今井なん…今井？今井？